私が市役所から離れてほぼ4年になります。市役所にいるときは市民の方々と情報を共有し、一生懸命働いた、そういう自負はございます。特に山崎市政では DNA 運動というのが始まりまして、これは市役所の職員が市民と共にある、一緒に汗をかいて福岡市を作り上げよう、市民が主役ということで、皆さんが外に出て市民と共に一生懸命仕事をしました。それがその DNA 運動が現市政では真っ先に廃止されたということを聞いております。そういう中で福岡市が市民と共に仕事をするという姿勢がだんだん薄れてきて、職員はだんだん内向きになり、情報も共有されていない、市民の皆さんからは情報が届いていない、私たちの気持ちが届いていない、市役所が何しているのかわからない、そういう声をよくお聞きします。今の市役所は何もしていない、そういう声もよく聞きます。今の市長は1200億円この4年間で赤字を減らしたと言われます。しかしこの赤字減らしの計画は前の市長の時代からの計画の踏襲で、それをそのまんま引き継いだだけでございます。前の時代から少しずつ減らしておりました。また校庭の全面芝生化、これは市長の公約だったのですが、これも私が前の時代に手がけた桃地浜小学校1校だけが完成しただけでございます。耐震工事についてもそうです。子ども病院のアイランドシティへの移転、これは市長が反対として公約に掲げたものでございますが、これは前の時代の計画をレベルダウンして進めるということになりました。こういうことでいいんでしょうか。市役所がだん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 動かなくなってきている、その中で倒産、景気が回復しない中で倒産する企業は増え、税収も少なくなった。法人市民税の税収は今年は前年の5分の1も減ったそうです。反対に犯罪発生率、これは暴力団が介入する事件は全国ワースト1、少年非行率の発生全国ワースト1、女性への性暴力性犯罪発生率ワースト1、福岡は物騒な町になっています。元気がなく物騒な町、このような福岡でいいのか、大変憂慮しております。